ホーム。1976年の夕張線の13林駅と周囲500メートル範囲。右が夕張方面。踏切に接して短い簡易型の短式ホームと小さな待合室がある。後に東大岩系駅同様、赤勝線に移行するにあたって相対式ホームとなったが、こちらは踏切を移設して駅の移動はなかった。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成13里信号場は、北海道夕張市向用山にある、北海道旅客鉄道赤商船の信号場である。電報略号は水と。かつては駅であったが、2016年3月26日に旅客扱いを廃止し、信号場となった。駅番号は、K19 であった。駅廃止時点において、 普通列車の一部は通過していた。この付近に、大岩駅を起点とした13マイルのマイルほど印があったことから、地元の希望もあり、名付けられた。なお、現在のキロほどで、大岩駅と東信号場間は22.6キロメートルで、ある。南千歳方から新徳方に向かって左手から、下り本線、上り本線の2線を有する、単線行き違い型信号場。 このほかそれぞれの進行方向に安全側線を設け、両方の分岐器をスノーシェルターで覆っている。旅客駅として営業していた頃のホームは各線に一面ずつ設置されており、ホームの新徳方に古線橋を設けて連絡した。待合室は古線橋の出入り口に扉を設けて、椅子を設置していた。駅前、ありがとうございます。